俺の魂の中にはユベルがいる。これが今の俺が選ぶ不動の一手だ。俺のヒーローデッキも以前とは比べ物にならないくらい進化してるぜ。今それを証明してやる。情けを捨てて全力で倒す。覚悟するがいい。デュエル。俺のターン。超獣武者影帽子。超獣武者影帽子をリリースし効果発動。超獣武者ビッグ嵐。超獣武者ソウルシャインクローの効果発動。このカードを装備した超獣武者は攻撃力と守備力がアップし戦闘では破壊されない。このデュエル無駄に動いた者が負けとなる。よく覚えておけ。ターンエンド。行くぜ。俺のターン。ドロー。手札から魔法発動。モンスター効果発動。魔法カード発動。ネオスフュージョン。現れろエレメンタルヒーロー、ブレイブネオス。手札から装備魔法発動。ターンエンド。相手にとって不足なし。俺のターン。ドロー。装備カードとなっているシャインクローの効果発動。このカードを特殊召喚する。超獣武者ソウルシャインクロー。動かざること山のごとし。不動の姿今見せん。レベル8超獣武者ビッグビッグ。弁慶の効果発動。このカードの表示形式を変更する。超獣武者ソウルシャインクローの効果発動。このカードを装備した超獣武者は攻撃力と守備力がアップし戦闘では破壊されない。超獣武者ソウルグレートウォールの効果発動。このカードは超獣武者の装備カードとなり守備力をアップする。俺はこれでターンエンドだ。俺のターン。ドロー。魔法カードミラクルコンタクト発動。銀河の渦の中より現れろエレメンタルヒーローストームネオス。ストームネオスのモンスター効果発動。アルティメット台風。魔法カード融合発動。来い、モンスターを融合召喚。モンスター効果発動。バトルだ。ブレイブネオスで攻撃。ブレイブネオスの効果発動。くらえ、モンスターでダイレクトアタック。ナムさん。ターンエンド。何があろうと俺は俺のデュエルを貫くのみ。俺のターン。ドロー。モンスターを防ぐ。俺もまだ全力を出し切ったわけではない。ターンエンドだ。最後まで全力で行くぜ。俺のターン。ドロー。見せてやるぜ。モンスターを攻撃表示で召喚。モンスター効果発動。バトルだ。行け。モンスターで攻撃だ。
ブレイブネオスの効果発動。消し飛べダイレクトアタック。うわあ、勝てなかったのは俺の心の弱さ、勝負に徹しきれなかった甘さが原因。久しぶりに楽しいデュエルだったぜ。